株式会社スポーツモチベーション会員制パーソナルトレーニング施設クラブ100技術責任者の中野ジェームズ秀一です。これから皆さんのパーソナルトレーナーに私がなって自宅でできる筋力トレーニングをお教えします。一緒に頑張ってみましょう。椅子を使った下半身の筋力トレーニングをご紹介します。椅子に浅く腰掛けます。足を右足を少し前に出しましょう。膝が曲がりすぎないように気をつけてください。そのまま左足を右足の甲の上に乗せます。両手は座面の前側をしっかり掴みます。そのまま体を前傾させましょう。そのまま手の力を使ってお尻を浮かせます。そこからバランスを崩さないようにして右足だけでゆっくり立ち上がっていきます。バランスを取ります。そのままゆっくり両手で座面を探しながら下げていき、お尻をつけます。1、2、3、4、5、6、7、8、2回目1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。結構強度が高いトレーニングになりますけれども、バランスを保ちながら5回から10回ぐらいを目標に頑張ってください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したのは全て大きな筋肉のトレーニングです。大きな筋肉をトレーニングすることによって基礎代謝量を維持向上することができます。日々このトレーニングを行ってしっかり筋肉を作っていきましょう。